ヒレは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーン州、デトモルト行政管区の民イコールルベッケ軍に属す、町村である。この町は1973年に、ノルト・ベェストファーン州の自治体新設に伴い、ミンデナー・ラント地方の9つの町村が合併して、成立した。この町は、地理上、北ドイツ定地に属しており、 海抜45メートルの最低地点から251メートルの最高地点までの間に位置している。ヒレはデトモルト行政管区の北東部、ミンデナーラント地方の中央に位置している。一部はビーエン山地、ルベッケオード地域、ラーデンディーペナウアー、ゲーストに属す。南部は北ドイツ定地から中引く山地への移行部にあたる。北方の中引く山地に、 特徴的な巨石状の構造をしたビーエン産地が、この町の南部とラーフェンベルク丘陵とを隔てている。北側の町の主要部分は、低地地方の一部となっているが、氷河時代に形成された集大石の土地である。ヒレノグローセストルフモアは、氷河時代に起源を持つ重要なビオトープで1980年に自然保護地区に指定されている。ここには、 シばしこをはじめとする多くの珍しい動物や特殊な植物が生息している。ヒレではエスパーガーが流出する。ヒレの中央を東から西にミッテルラントウンガが通っており、これに沿って集落が形成されている。北東部には大きな高層湿原と民伝の森がある。地理的には東に約 10km 離れたベーザー川から西はほとんど。 オスナブリュック付近までがヒレと同じ地域であり、ここからオスナブリュッカーラント地方になる。農地は、ヤブや池垣で区分された山村や、離散農場のネットワークを形成している。高地には森、低地や湿地には草地が広がっている。氷河時代の環境条件によりヒレ町内には、肥よ草さに、異のある土地が見られ、それが、集落構造に違いをもたらしている。 南部のビーエン山地とバスタウ川沿いの定地との間の地域はルベッケオード地域とも呼ばれる肥沃な土地柄である。ここにはローテンウッフェルン、オバーリュッペとウンターリュッペ、アイカホルストといった集落がある。この北側は湿地上のバスター定地で名前を挙げられるような工作地は見られない。この北側の輪郭線沿いにミッテルラント運河が通っている。北東部は 工作に適したハルトゥームオード地域であり、ハルトゥーム、ノルトヘンメルン、ジュートヘンメルン、ホルツハウゼン2地区がある。農場は中規模農場で、100モルゲンの広さを持つものも珍しくない。このオード地域は、フレーテ川の西に広がり、ここに入植活動の中心であったヒレ集落がある。ヒレの北東部ビットローゲ周辺は、工作に向かない土地柄で森になっている。 ヒレの町域には、シシコウが現れる。この鳥を呼び戻し保護する活動が行われている。グローセラントゲマインデに分類されるヒレは北、ドイツ定地に位置するが、その南部は、ビーエン山地の尾根にまで達している。町内の最高地点は、オーバーリュッペ地区にあるリュッパーベルク山頂の海抜251メートル。最低地点は、ハルトゥーム地区の湿地で海抜47メートル。 東西の長さは 11.8km、南北は 15.4km である。ヒレは、ノルトライン・ウェストファーレン州北東部で、ニーダーザクセン州と境を接する、ニーイコールルベッケ軍の中央に位置する。東に、旧市京座都市で、軍庁所在地の民伝、北東にペータースハーゲン、北は、ニーダーザクセン州のザムトゲマインでウフテと境を、接する。 ヒレの西は、エスペルカンプと、旧軍庁所在地のリュベッケ、南は、ビーエン山地を越えた向こう側のラーフェンスベルク丘陵に、位置するヒュルホルスト・トバーとエーンハウゼンが境を接する。ヒレは、1973年の合併以前には、アムトデュッツェン及びアムトハルトゥームに属す独立した、町村であった9つの地区からなっている。ヒレの地区図ヒレは、 現在に至るまでその農業構造で特徴付けられる。肥沃なオードの土地、特にハルトゥームオード地域に形成された大規模農場の他に、19世紀まで深海級による小さな農家が数多くあった。彼らはリンネル織などの手工業で副収入を得ていた。19世紀末にヒレにタバコ工場が増営された。19世紀には現在のヒレにあたる地域からアメリカ合衆国への 移住者が大勢あった。多くの場合、行き先はニューヨークで、ここからさらにスケネクタリへ向かった。別のヒレの人々は、徒歩でオランダへ行き、草刈りに従事して、ホラントゲンガーと呼ばれた。19世紀半ば、プロイセンの民伝軍軍長、カール・フォン・シュロトハイムによる大規模な道路建設プログラムに伴い社会資本の拡充が図られた。このプログラムは軍に、 経済的飛躍をもたらすための雇用創出措置であった。20世紀初め、この田舎町に鉄道が付設された。1903年に、民デナー・クライス・バーンが、民ン,ンからアイカ・ホールストに至る、狂気鉄道を開通させた。1907年にこの鉄道は、ルベッケにまで延伸された。その後この路線は、標準期に拡幅された。土地改良路線である、この、 プロイセンの視線の使命は、農業が盛んなこの地域を開発することであった。化学肥料を供給し、農作物を民伝やリュベッケへ出荷することであり、さらにはそこで積み替えられて、他の都市に輸送されていった。民伝ナー・クライスバーンの建設は、組織的な雇用創出策でもあった。この建設工事によって何千人もの労働者が、賃金とパンを得たのであった。 ルベッケヒレ館は1967年に廃止され、その後施設は撤去された。ヒレと民伝との間には、現在も貨物列車が運行されている。オーバー・リュッペ地区も1897年から1937年までは、鉄道で結ばれていた。バルッカー・ビレムがビーエン山地内のバルッケ近郊の採石場から南に山を越えたレーネや、キルヒレンゲルンまでを結び、 鉄鉱石と共に人も運んでいた。ヒレの司祭官ヒレの町に属す村落は、1550年に民伝と共に宗教改革がなされ、住民はすべてプロテスタント、ルター派の信者となった。元々の教会組織が現在も存続している。プロイセンに属する地域であることから、ラント教会はベストファーレン福音派教会に包含される。 これはルター派と改革派を包含したものである。古い教会の一部は手放され、新しい建物が使われている。第二次世界大戦の難民を受け入れたことで、カトリック組織が創設された。この町の宗教構成は多様化に向けてゆっくりと変わりつつある。大規模町村としてのヒレは1973年1月1日に、 ノルトベストファー練習の自治体再編を引き起こしたビーレフェルト法の施行に伴って成立した。これにより、それまで独立した自治体でアムトハルトゥームに属したアイクホルスとハルトゥーム、ヒレ、ホルツハウゼン2、ノルトヘンメルン、ジュートヘンメルンとアムトデュッセンに属したオーバーリュッペ、ローテンウッフェルン、ウンターリュッペが合併した。 西の辺炎部にあたるハルトゥームとホルツハウゼン2の一部は民伝市に譲とし、逆にハーレンに属していたいくつかの公牧地がヒレに編入された。アムト・ハルトゥームとアムト・ディユッゼンは廃止された。ヒレはアムト・ハルトゥームの権利継承者となった。町役場には新しい町の中央付近に位置することとなった旧アムト・ハルトゥームの庁舎が当てられた。 ハルトゥーム地区にあるヒレの町役場ヒレの町議会は32人の議員と町長で構成される。1999年までヒレの町の運営は町議会によって選出される1 0 0人の町主事が統括していた。ヒレの旗ヒレは1981年11月17日に行政管区長官の文書によって文章、旗、印章の使用権を得た。紋章、銀字で 赤い波模様の基部から伸びる三本の黒い穂をつけた赤いガマ。その上に斜めの位置に配された赤い風車の羽根。風車の羽根は旧アムとハルトゥームの紋章から取られたもので、この地域には数多くの風車が作られ、現在も保存されている。ガマは旧ヒレの紋章から取られた。この地域にはヒレ湿地がある。 この湿地でのデータン採掘はかつてこの町の経済にとって重要であった。赤と銀の組み合わせは民伝子協梁に何世紀にもわたって属していたことを示している。旗、長辺に沿って白と赤に染め分けられ、旗座をより中央に町の紋章が描かれている。上り、長辺に沿って白と赤に染め分けられ、上半分の中央に町の紋章が描かれている。 印象、上部に、ゲメーンデヒル、下部にクライスミンデンルベッカの文字。図柄は、輪郭線で囲まれた紋章の図柄である。ヒレは、姉妹自治体を有していないが、ミーイコールルベッケ軍の姉妹自治体プログラムに、参加している。ジュートヘンメルンの、風車ヒレは、ミューレンクライスミーイコールルベッケ軍を通る、ベストファーレン風車街道の重要な一部である。 町内には5機のいわゆるオランダ風車がある。ハルトゥームの風車は内部構造が撤去され、休暇施設に改築されている。ヒレトノルトヘンメルンの風車は機能しておらず、サークル活動の会場として利用されるだけである。アイクホルストの風車はシュトルックの風車として知られている。ミューレングループにより運営されており、シーズン中は月の第3または 第4土曜日に公開される。アイクホルストには水車もあり、動作している。これに付属している建物は住宅に改築されている。ジュートヘンメルンの風車は、粉引き小屋や村役場とアンサンブルをなすよう拡充されている。この風車は、第2、第4日曜日に公開されているが、粉引き機はなく、その機能を果たしていない。民伝水運組合は、 ミッテルラント運河の船舶とジュートヘンメルンの風車,車への保存鉄道とを組み合わせたセットチケットを販売している。この町には劇場の建物はないがフェア分とシューレヒレの行動で不定期に演劇公演がなされる。最寄りの大きな劇場は民伝とデンリュベッケにある。ビーエンサン地沿いの隣町にはアマチュア劇団の活動の場が2つ設けられている。 ネッテルシュテットヤガイビューネとポルタヤガイビューネである。球場流所ハルトゥーム郷土館は1972年建造の木組建築の中に古き良き時代の生活と労働を展示している。この建物の特徴は、それが昔から二つの機能を兼ね備えていた点である。この建物の一部は、ホルツハウゼンツーには歴史的な村の鍛冶屋の他に手工業博物館がある。 アイクホルストにはモーアギャラリーがあり、その中ではグローセストリフモアの写真が展示されている。旧上流所にもう一つの博物館がある。現在では上流種の製造を行っていない。この建物ではヒレのムーアブランド作りだけでなく、150年前の農作業についても展示している。ここには様々な日用道具の最上の収蔵品がある。 ライムラスホーフ風車の他に各地区にはそれぞれ村の教会がある。教会は荒いし、レンガ、木組みを用いたこの地方の様式で作られている。ヒレ地区にはかつて穀物の蒸留酒を製造していた蒸留所がある。その煙突の上にはコウノトリが映像している。ヒレには旧エーンハウゼン家の上官があり、現在ではライムラスホーフとして知られている。 ヒレの教会は1523年建造で、プロテスタントルター派への宗教改革がなされるまでの短い期間カトリックの教会堂であった。祭壇は教会の東にあるのが普通なのだが、この教会では西側にある。この祭壇は18世紀の初めにエーパールフォン、エーンハウゼン、ポールマンによって作成されたものである。1954年から1955年の改修時に、 1523年建設当時の天井画が発見された。教会の周囲にはかつての墓地の名残の破壊しがいくつか残されている。教会の外壁沿いに16世紀の民伝、聖堂三寺、コンラートフォンアスベェーの破壊しがある。教会近くの樹齢600年の菩提樹も一見の価値がある。グローセストルフモアヒレにはグローセストルフモア自然保護区、 バスタウビーゼ自然保護区、ミンデナーバルト自然保護区といった自然保護地区がある。ビーエン山地の北斜面には硫黄を含んだ泉質の陶磁場がある。ここには陶磁客を散策に誘う古いクアパークがある。ヒレとその周辺はドイツのハンドボールの重点地域の一つである。近隣のクラブトゥースネッテルシテットイコールデュベッケと グリュンバイランケルゼンミンデンはハンドボール分でスリーガーでプレーしている。ハンドボールのドイツ代表選手、ディーター・バルトケとフランクフォン・ベーレンはヒレの出身者である。各地区のスポーツクラブにはハンドボール部門がある。1564年から毎年4月と9月にヒレ市が開催される。ローテンウッフェルンのクアパークでは2年に一度学校の休暇明け第1週末に ユーゲントブラスオーケストラウッフェルンによってグローセパルクベロイヒトゥングが開催される。この地域では多くの穀類が栽培されている。これらはコルンやモーアブラントといった蒸留種に加工された。ヒレには古い蒸留所が残っている。ハルトゥーム付近を走るミンデナー・クライスバーンの保存鉄道ヒレの社会資本は東から西へ伸びる b エン産地の主たる両線と 同じ方向に流れるミッテルラント運河によって方向付けられている。ハノオーファーからオスナブディックに至る連邦道 B65 号線が町内を走っている。この広域道路はかつて今以上に重要な道路であった。現在その役割の一部は BN3 地の南側を走るアウトバーン A30 号線が担っている。比例駅もよりの駅はミンデントバーとエーンハウゼン及びルベッケにある。 いくつかの地区は、地域バスあるいはデマンドバスにより、ミンデン、リュベッケ、エスペルカンプ、バート・エーンハウゼンと結ばれている。ヒレは、オストベスト・ファーレン・リッペ交通連盟に加盟している。このほか、ミンデアークライスバーンの路線を貨物列車とミンデン、保存鉄道の列車が、ヒレ駅から、ハルトゥーム経由で、ミンオウまでを結んでいる。ジュートヘンメルンの運河線定期的なバス路線は、 リュベッケ、ミンデン、エスペルカンプ、ラーデン行きがある。1915年に完成した連邦水路、ミッテルラント運河はこの町を通る重要な交通路である。この運河沿いにはヒレ港があり、ここでミンデナー・クライスバーンに接続している。2006年の取扱量は前年に比べ増加している。ブレーメン、バート・エーンハウゼン自転車道、ミューレンルート、 ウェルネスラートルートといった自転車道がこの街を通っている。ヒレの長域は昔も今も農業が盛んである。肥沃な王土質の経済的に良好な農園の他に痩せた土地柄の収益の乏しい農場が多くあった。こうした住民の多くは他に仕事を探さなければならなかった。このため18世紀にリンネル産業が19世紀にはタバコ産業が盛んになった。 両者は家内製紙工業を定着させた。また森は広く普及した家具産業の基盤であった。ただし、この地では南のラーフェンスベルガー地方における台所家具のように強く特化されてはいなかった。第二次世界大戦後、多くの労働者が劣悪な経済状況のために食を求めねばならなくなり、その多くはフォルクスワーゲンのハノーファー工場に通勤することにした。 当時、労働者は、フォルクスワーゲンの下で、ヤーレスベーゲンと呼ばれる、初回登録後12ヶ月以内の中古車を売買することができた。その結果この地方に、活発な中古車市場が形成された。ヒレ町内には、軍が運営するゴミ処理場、ポールシュハイデがある。その任務は、軍全域においてゴミ処理コンセプトの枠組みを遵守する、ことである。R、バッカエドブ。 ビレイトン・ナティン・テクニック・ GMBH はヒレの中堅 IT 企業である。アップホフ機械工場は従業員20人の鉄骨構造物、機械修理の会社である。また、窓作りの DTH ・ティマン・ GMBH がヒレにある。ウンター・リュッペにはフランジ継手とスパンディング継手お及び特殊な屈曲部に特化した金属加工業者の SK とローバービンダンステクニック。 GMBH がある。ミッテルラント運河のヒレ港には輸送業者、レーヌス GMBH の支者がある。ウンターリュッペには、ビーエンゲビルクスモルケライがある。ヒレ周辺地域の報道は、伝統的に、中級中心都市民伝からなされる。この町は、ヒレのローカル面が付加されたミンデナーターゲブラットの高毒地域である。 公共放送は西部ドイツ放送によりラジオ放送でなされている。オストベストファーレンを対象としたローカル放送は WDR のビーレフェルトのスタジオでラジオ番組とテレビ番組が制作されている。民間放送では民伝のラジオベストファーリカが情報の窓口を提供している。ヒレの消防団は各地区に駐在する9つの消火班からなっている。病人の治療は 軍レベルで組織化されており、最寄りの病院は民伝、リュベッケ、ラーデンにある。2008年民伝に新しくヨハン・ベスリング病院が建設された。消防団の他に NPO のドイツ赤十字ヒレ町会 EV がある。この町に属す集落には長らくそれぞれ固有の学校があった。そこでは複式学級で授業がなされていた。戦後の人口増加後、 学年別のクラス編成となった。出生率の低下に伴い教育の継続が困難となったため、学校の統廃合がなされた。これにより、基礎家庭学校のない集落が生じ、通学のためのスクールバスが運行されるようになった。2010年現在、ヒレ、ノルトヘンメルン、オーバーリュベッケ、ローテンウッフェルンに基礎家庭学校がある。ヒレの教育に関して、町内に 上級の学校を望む要求が高まった。それまでは上級の学校は民連、またはリュベッケまで通う必要があった。1990年代にヒレ地区の本家庭学校はギムナジウムの上級学年を含む総合学校に拡充された。2002年にギムナジウム部門が認可され、ヒレ総合学校はヒレフェアブントシューレと改名された。また、この町には 任イコールリベッケ軍の言語奨者のための学校がある。ハルトゥーム地区にある町役場内には民伝市民大学の文校がある。これ以外に隣接するエスペルカンプにも市民大学がある。アブラハムヤコービーアメリカの宇宙飛行士、ウィリアム・マッコールの祖先はヒレからの移民である。ありがとうございます。